中内伊佐中内、中内、伊佐夫、1922年、大正11年8月2日から2005年、平成17年9月19日は、日本の実業家、大英を創業し、会長、社長、グループ CEO を務める。日本チェーンストア協会会長、初代、10代、14代、名誉会長、初代、日本経済団体連合会副会長、 自身が設立した学校法人、中内学園、流通科学大学学園長、理事長と財団法人、中内育英会理事長を歴任した。名前の正式な用事は、こうではなく、こう刀、U プラス 34DB。戦後の日本におけるスーパーマーケット、GMS の例明期から立ち上げに関わり、近年の消費者主体型の流通システムの構築を、 確立させ大英を中心とした商業施設の普及拡大、日本の流通革命の機種として大きく貢献した。大阪府西成軍電坊町、現大阪市小野花区電房に、父、秀夫、母、理恵の長男として生まれる。父は大阪薬学専門学校、現大阪大学薬学部を卒業後、鈴木商店に入社し、退社後大阪で小さな薬屋を始めた。 母は神社の宮司の娘であった。祖父、堺は高知県八重村、現、中土佐町の氏族の家に生まれ大阪医学校、現、大阪大学医学部に学び業後、神戸で、眼科医となった。大英の、エイトは、祖父の名前の堺から取られたものである。は、神戸山中、現、兵庫県立長田高等学校を経て、1941年。 兵庫県立神戸高等商業学校、新生神戸商科大学の前身、現、兵庫県立大学を卒業。ゲーテ、ファウストのファウスト博士の嘆きを一部改変し、神戸交渉で努力して学んだ、様々な哲学も、芸術も経済学も文学も、全く役に立たなかったという意味のドイツ語の文句を、卒アルバムに記す。勉強はできる方ではなく、推薦状を得ながらも、 試験の出来が悪く大学受験に失敗。受験に失敗したは、1942年、昭和17年、日本面下、後の日面に就職するも、ほどなく、翌1943年、昭和18年、1月王将。広島にて訓練の後、幹部生として扱われる仲間を尻目に、満州国と、ソビエト社会主義共和国連邦の国境にある、水眠に、 中東、さらに1944年、昭和19年7月、フィリピンの混成58旅団に所属。ルソン・トーリンガエンワンの守備につく。彼の部隊は1月23日未明、玉砕命令が下された直後に、14、方面司令官、山下智之によるゲリラ戦の命令が下されたことで、過労死で生き延びる。外地兵卒として招集された理由は、 神戸交渉時代の配属将校に嫌われ、彼自身は下駄を履いて殴打されたと述べている。兵的という最低の評価しか下されなかったからとされてい。しかし、身体検査で心臓が右にあるという内臓逆位であることが判明したためとも述べている。また、ゲリラ戦では、米軍基地を襲撃した時、石油発動機でアイスクリームを作っていたことに衝撃を受けたと述べている。 敵から手榴弾の攻撃を受けしを覚悟したとき、神戸の実家で家族揃って、すき焼きを食べている光景が頭に浮かび、もう一回腹いっぱいすき焼きを食べたいと思ったという。このように、彼にとって、第二次世界大戦での戦争体験は、1945年、昭和20年8月投降後、マニラの捕虜収容所を経て、11月に、奇跡的に神戸の聖火に生還するまで、 後の人生観、大英の企業理念にも影響を与えた。後年は、中央公論者から対談の謝礼を聞かれたとき、君とこ、大岡翔平さんの全集出してんねやな。もしよかったら、その全集くれへんやろか、と頼んでいる。大岡は、と、同時期に、フィリピンで従軍した体験を持ち、のび、レーテ戦記などの優れた戦記文学を残している。 人の幸せとは、まず物質的な豊かさを満たすことですとの言葉は、この時に痛感した日本軍と米軍との物量の差と気が体験から出ている。また、中内は、毛沢東の矛盾論の影響をも受けていた。1945年、昭和20年11月、フィリピンから福音。福音を機に、神戸市兵庫区にあった、実家、酒薬局に、 1948年、昭和23年、元町工科2に新たに開店した UI 薬局で業者を相手に闇商売を行った。旧制神戸経済大学、現、神戸大学に戦後設置された第二学部、夜間に進学するも、商売に専念するために中退。6年後の1951年、昭和26年8月には、自邸の設立した。 栄薬品株式会社が大阪平野町に開店した医薬品の現金問屋、栄薬局、店名は実家の屋号でありかつ祖父の名前から採用した勤務。栄薬品を離れ、1957年4月10日に神戸市長田区を本店とする大栄薬品工業株式会社を末っへと設立し、製薬事業に参入。ただしすぐに撤退する。 同年7月、九州のスーパー、丸和フードセンター社長、吉田秀夫の要請を受けて、小倉に向かい開店の援助をしたことから、吉田の提唱する、主婦の店の名称を仮名日抜きでもらう。9月23日に、この会社にて、大阪市旭区の京阪本線仙林駅前、仙林商店街内に、医薬品や食品を安価で、白利多売する、小売店。 主婦の店大英薬局、大英一号店。後に、千葉足駅前店に改称し1974年まで営業を開店した。当初は、今日のドラッグストアに相当する薬局で、後に食料品へと進出していった。千葉屋市での開店の翌年1958年には、神戸三宮に、チェンカ、第一号店、店舗としては、第二号店となる。 三宮店を開店。規制概念を次々と打ち破り、流通業界に革命を起こした。特に価格破壊は、低下を維持しようとする、メーカー勢力の圧力にも屈せず、世の人の喝采を浴びた。1956年の経済白書でもはや戦後ではないとされたが、戦時中の国家統制が様々な規制の形で残り、中内は戦後はまだ終わっていないとした。 1962年、大手、商社日商、後の日商祝いの協力のもと、都米へ、現地の流通業を研究する。その時の中内の仕事ぶりはそれこそ寝る間を、おしんでの流通業界研究と、商取引に当たっていた。とにかく、好奇心の塊でした。と同行した、日商の入江義を、後大英副社長は証言しており、入江は、 中内の姿勢に感服して後年大 A に入社した。また、シカゴの大手流通企業、シティプロダクツコーポレーション、CPO との提携を結ぶ代わりに、経営の知識情報をただで教えろという無茶な要求を行い、ついには、CPO 経営者のユダヤ人が、未見にシワを寄せたまま、両手を上げても大手上げだ、というジェスチャーをし、分かった。何もかも、みんな持っていけと、 吐き捨てるように言った。帰り際、老ユ大ヤ人は、早口の英語で、通訳の入江にこう耳打ちした。中内は今二度、偉い男になる。というに至るほど、精力的に活動した。中内は、価格の決定権を製造メーカーから消費者に取り返すことを信念として、いくらで売ろうとも、大英の勝手で、製造メーカーには文句を言わせないという姿勢を貫き、 メーカーの協力が得られない場合は、自らが工場を持たないメーカーとして、そのスーパーのオリジナルブランド、プライベートブランド、PB の商品開発を推進するようになるが、同時に既存大手メーカーとの対立を巻き起こした。そのきっかけが1960年発売のダイエみかんや1961年発売のダイエインスタントコーヒーなどで、 これらは1970年代のノーブランドシリーズやキャプテンクックシリーズを手、セービングシリーズに発展し、大英の機関ブランドとなる。1964年、松下電機産業、現パナソニックとテレビの値引き販売をめぐって、大英、松下戦争が勃発した。当時、大英が松下電機の製品を希望小売価格からの値下げ許容範囲だった5%を、 上回る20%の値引きで販売を行ったことがきっかけとなり、松下電機が仕入れ先の締め付けを行い、大英への商品供給ルートの停止で大英に対抗した。この時の松下幸之助の考えは、儲けるには高く売ることだ。今後、高い水準に低下、希望小売価格を設定するので、これを守りなさい。安売り店への出荷は停止するであった。 これを受けて大英は、松下電機を相手取り、独占禁止法違反の疑いで裁判所に告訴した。1965年3月に、花王石鹸が大英への出荷を停止したため7月、花王石鹸を、厚生取引委員会に提訴。大英は、第一工業製薬と提携し、ナショナルブランドより2から4割安い洗剤、スパットを販売た。最終的に、大英、 花王戦争は、住友銀行の圧戦で1975年に和解し、取引が再開する。1970年、メーカーの二重価格の撤廃を求める消費者団体が、強硬姿勢を崩さない松下に対して、松下製品の不買運動をも決議した。同年に、厚生取引委員会が二重価格問題に対して、メーカー、 松下側に不当表示の疑いありという結論を出している。同じ時期、大英は13型カラーテレビをブブというブランド名で当時としては破格の安さである59,800円で販売したことから松下との対立が激化した。松下幸之助は1975年に中内を京都の信用に招いて、もう波動はやめて、 王道を歩むことを考えたらどうかと悟したが、中内は応じなかった。この対立は、松下幸之助没後の1994年に、松下電機が折れる形で和解となった。この対立は、三十年戦争とも呼ばれた。その他、価格破壊では食品などが代表格とされている。大英の企業テーマである、宝座カスタマーズ用品をどんどん安く消費者に、 提供するの実現に向け、既存価格を破壊することが、大英、主婦の店、大英の存在価値にあると考えて実行した。例えば牛肉の場合、普通の店では1 0 0ムあたり一般で100円。安くても70円だったところを39円と思い切って値下げして販売したところ、牛肉コーナーには主婦らが殺到し売り切れ店が続出するほどだった。 この欠品状態を補充すべく、生きた牛を買い取って、それを枝肉に加工したり、さらには、日本本土復帰前のアメリカ世政権下の沖縄には、輸入関税がかからないことを利用して、オーストラリア産の子を沖縄に輸入、飼育した上で、日本国内に輸入するというアイデアを生み出す。1972年には、百貨店の三越を抜き、小売業売上高トップに、までの仕上げた。 1980年2月16日に日本で初めて小売業界の売上高1兆円を達成した。また、新士服のロベルト、ファミリーレストランのフォルクス、ハンバーガーチェーンのウェンディーズドムドムハンバーガー、コンビニエンスストアのローソン、百貨店のプランタン、銀座など子会社、別事業を次々と展開していった。また、一軒屋リクルート、現、リクルートホールディングス、 中日やユニードなどを買収。その後1994年に中日やユニード大ナ派を合併。1981年には高島屋の株式を10.7%分取得。グループ内にデパートを欲していた中内は高島屋との提携を求めるが、大英による乗っ取りを警戒した高島屋側の紙撤回により失敗する。ミシンのカップ販売で実績のあった。 リッカーの再建を引き受け、そのカップ販売のノウハウを子会社の大英ファイナンス、現、セディナに導入した。1兆円達成から3年後の1983年から3期連続で、連結赤字を出してしまい、ヤマハの社長であった、川島博をを指揮官とし、業績を V 字に回復させる通称、V カワを行う。1988年には、 パシフィックリーグの南海ホークスの株式を南海電気鉄道から買収してプロ野球業界へも参入福岡大ーホークスを誕生させさらに東京ドームをしのぐ大きさである福岡ドーム建設に着手するなどグループを急拡大させたこの時中内はホークスについてよく知るためにホークスを扱った漫画アブさんの作者水島真司とホークスについて対談した 1988年4月には、神戸、学園都市に長年の悲願であった流通科学大学を開学。大学職員は全員当時の大英から出向させ、同時に理事長に就任した。同年9月には、自らの故郷、神戸の玄関口である新神戸駅前に、ホテル、劇場、専門店街が一体となった商業施設新神戸オリエンタル式を誕生させた。 また、1991年には、経団連副会長に抜擢。それまで、製造業や銀行などの他業種より格下と見られていた、流通業から初めて抜擢されるなど、名実ともに業界をリードする存在となった。しかし、息子たちに後を継がせたいことなどで、他社からヘッドハントした人材も含む部下を辞職に追い込み、周囲を自分に近いイエスマンで固めるなど、 ワンマン体制の弊害が露呈してしまう一面もあった。1990年代後半になって、バブル崩壊により地価の下落が始まり、地価上昇を前提として、店舗展開をしていた大英の経営は傾き始めた。また、店舗の立地が時代に合わなくなり、業績も低迷。さらに展開していた、アメリカ型ディスカウントストアのハイパーマートが失敗。 当時の消費者の意識が、安くから品質に変わった子、家電量販店などの専門店が手広い展開を始めたことなどから、大英は徐々に時代の流れに遅れをとった。90年代後半には、ジャスコを経営するイオン、ローソンのライバルであるセブンイレブンの当時の親会社、伊東洋華堂などが業界をリードするようになっており、当時の世間からは、大英には何でもある。でも、 欲しいものは何もないと揶揄されるようになった。中内自身も晩年、消費者が見えんようになったと嘆くこともあった。業績が低迷する中で1995年1月17日5時46分、阪神・淡路大震災が発生。東京・田園調布の自宅で知った中内は、直ちに物資を被災地に送る、用人等式。国より早く、 フェリーやヘリを投入して、食料品や生活用品を調達したことで、一部で見られた便乗値上げに対し、物価の安定に貢献した。そのため、大災害が起きた際には、暴動が起こる例も、世界中には少なくないが、大英が根付く神戸ではそうした騒ぎが起きなかった。しかし一方で、この地震により、被災地神戸にあった大英7店舗のうち、 半数以上の4店舗が全開、コンビニのローソンをはじめとする大英系列店、約100店もの店舗が被災するなど、関西発祥の大英の金銭的被害は甚大で、バブル崩壊のさなかで業績が低迷しつつあった、大英の長楽に拍車をかけることとなった。大英の正社員も、この震災により判明しただけで30名以上、亡くなっている。スーパーはライフラインである。 中内のこの哲学により、阪神・淡路大震災では、地震発生3日後には自ら被災地神戸に乗り込み、自前のネットワークを駆使して必要な物資の輸送を行い、営業時間の延長、被災した店舗前での物販販売などを特例的に行政当局に認めさせ、被災地への迅速な物資の供給、販売を実現した。店の明かりをつければ、 それだけで被災者たちは力が出る。被災者のために明かりを消すな。客が来る限り店を開け続けろ。流通業はライフラインやの号令のもと、電力供給ができている大英、ローソンなどの照明を24時間点灯し、被災地を勇気づけた。この中内の哲学が現在の大英にも例外なく引き継がれており、東日本大震災でも東京の大英本社、 東京都江東区が地震発生後すぐに対策本部を設置、東北の被災地に所在する大英仙台店は迅速に営業再開することが可能となった。2001年に時代が変わったとして大英を退任。しかし遅すぎた決断であり、あらゆる部門で問題が露呈していた。最後の株主総会では厳しい質問が続き、2時間36分の大荒れ総会となった。 その中で、勇退の辞として、過ちを認め謝罪した後、まだ総会が終わっていないにもかかわらず、壇上を降りて去ってしまう一幕があり、会場はあっけに取られたが、株主から、議長、中内さんが、あんまり寂しすぎる。拍手で送ってあげたいとの声が上がり、再登壇した中内に、満場の拍手が鳴りやまなかった。その午後、退任する中内と人の高木国が、 そろって記者会見を開いた。その席上、中内は完全に経営から退くことを表明。2002年にプランタン銀座の最高顧問職、リクルートの名誉会長を自主グループから退いた。その後は自身が資材を投じて設立した流通科学大学を運営する学校法人、中内学園学園長に専念。2000年に流通科学大学では、 職員が大学籍になり、新神戸オリエンタル式も2004年に売却され、大英の手から離れた。個人の資産管理会社などを含む、中内科が主要株主として大英グループに存在した。2004年12月には、中内家の資産管理会社3社、丸中興産など特別生産を開始、アシアと田園調布にあった豪邸や所持する禅、株式を、 売却処分。資材から大英関連資産を一掃し、名実ともに大英と決別した。翌年の2005年8月26日、流通科学大学を訪れた後、神戸市内の病院で定期検診中に脳梗塞で倒れ、療養中の9月19日に、転院先の神戸市立中央市民病院において死去した。倒れてから亡くなるまで意識が戻ることはなかったという。 去年83、逝居した際、田園調布の自宅、足屋の別宅が差し押さえとなっていたため、一度も中内の亡骸を自宅へ戻すことができずに、大阪市小の花区の中内家が眠る少年時にそのまま搬送され、ごく近親者だけでの密葬となった。本葬儀は流通科学大学の学園葬で行われ、林文子会長、 当時ら経営陣は3でしたが、大英は当時の状況、産業再生機構入りし、再建中も踏まえた上でそうを行わなかった。しかし、制拠して7日後の9月27日に、中内がオーナーを務めた大英ホークスの後ろ身、福岡ソフトバンクホークスと対戦相手であった東北楽天ゴールデンイーグルスの選手、関係者が、福岡ドムでのプレイ前に、ファン、 感染者と共に感謝の意を込め一分間の黙祷を行った。当日の試合ではソフトバンクが勝利している。なお、中内の死に関して、福岡ドームの電光掲示板にはこう表示された。さらに、日本の流通業界の先頭を走った中内の車窓が行われなかったことにより、このまま終わるのは忍びないと、 伊藤洋華堂創業者の伊藤正俊、イオン創業者の岡田拓也、日本におけるスーパーマーケットの育ての親でもあった厚見俊一、自身も立ち上げに携わった日本チェーンストア協会等、公的種でもあり中内と共に戦後における流通業界の黎明期を築いた先有発起人となって、同年12月5日にホテルニューオータニにてお別れ会が開かれた。 約2300人が喧嘩に訪れ、生前進行のあった、安倍晋三、二階、俊博、小池百合子、小沢一郎、冬柴哲造、神崎武則などの政界人も参列した。事実上、大英グループを経営不振に陥らせたとはいえ、欧米型のスーパーマーケットを中心とする、大型商業施設、外食産業を戦後日本で普及させ、 消費者主体の流通経営、神戸や福岡など、日本各地の都市計画への尽力、災害時のフォロー、阪神、淡路大震災、東日本大震災などで、日本社会に大きく貢献した点は現在でも高く評価されていい。また家業であった、小さな薬局店から見起こし、一台で大英を、創業時、一時は大英を、連結売上高3兆円超。 関連企業を含んで6万人以上の従業員を抱えた売上日本一の商業集団に育て上げたのも事実である。中内とほぼ同年代で進行があったライフコーポレーション創業者の清水信二や医療品に価格革命を起こしたユニクロ社長の柳井正等を筆頭、現在でも中内の考えに影響を受け、中内を尊敬する経営者や企業家は多い。 1960年代に中内大栄が右翼曲折しながら大規模な流通システムを構築するまでは市場流通価格はメーカーが完全に操作しており消費者の立場は弱く価格は生産者であるメーカー勝手に決めるのが基本であった今では当たり前の良い品を安く買えるお店がいつもそこにある良い品を安く売ってくれる店こそが 消費者の味方というような発想さえなかった。メーカーにしか価格決定権がなく、メーカー以外の小売業や消費者の立場が大変弱かった時代の1960年代から、中内は独自のやり方で良いしな、高所得者でないと買えない、高級品、テレビなどや初主流品を消費者のためにメーカー製造品と同じレベルの品質で通常の市場価格よりズバ抜けた。 低価格でプライベートブランドから販売した。今では当たり前になり、種類も豊富になったプライベートブランドは、大英が1961年に日本で初めて製造販売し、当時も大人気を博した。そして、ホ座カスタマーズ、お客様のためにという大英のスローガンとともに、死去するまで消費者の権利、庶民への豊かさの提供、 小売業の流通革命の存在意義と価値上昇に奔走しけた。福岡大英ホークス発足に際し、福岡にホームグラウンドを移し、当時は話題性の薄かった九州、福岡市の都市開発にも大きく貢献した。日本で初の開閉型ドーム球場を建設し、九州にホークスの人気を定着させた。チームの低迷期には同好会は終わったと書かれた。 横断幕を送った。福岡ドームには、以前の大英のスローガンでもあった、ーザカスタマーズと書かれた、中内直筆の色紙が今でも飾ってある。流通業界出身初の君一等随法賞を1993年に受賞しており、流通王、カリスマとも呼ばれた。1984年にレジオンドヌール訓賞を、2000年にイサベル女王訓賞を受賞。長年、 ホークスのオーナーを務めた中内だが大英グループの経営から完全に手を引いた時期に次男の中内忠氏に自身が所有していたホークス株を一株一円にて譲渡したその当時非常上株式であることを利用し不当に安く見積もった課税逃れではないかといった批判などが各メディアで報道されたなおホークス本拠地の地元にてファンにこの件でインタビューした際は マスコミとは裏腹に歓迎の声があり、すぐに批判も収束した。神戸高等商業高校在学時は目立たない性格で、俳句の同好会に所属していた。戦後、商売を始め出してからは、同級生を捕まえては、ゼに貸してくれるとこ知らんかとすごい目つきで聞いてまったので、友人たちは人間が変わったと驚いた。 新婚旅行先の宿から電話で薬の取引をするなど家庭よりも仕事を優先した。反面、かなりの家族思いで部下に愛娘のことを話したとき、忙しいて全然構ってあげへんかったなぁと涙を流した。怒ると手がつけられないほどであったが、反面大変人、情け深い面も持ち合わせ、社長という身分でありながら、 大晦日の深夜まで売り場に立ち続けた中内は、部下から早く帰るよう促された時に、売り場の女子店員を指さして、あの子たちは、正月の用意もしないで頑張っているのに、わしが帰れるもんか。と断ったり、部下が億単位の損失をした時は叱るどころか、そうか。お前、ええ勉強したなあ。これから気をつけろ。と優しく励まして、相手を感激させた。ザウの命は、 ネアのびのび、へこたれず、元は、三井物産社長であった、ヤヒロトの言葉。このザウの名は、自身が設立した、流通科学大学の校歌の歌詞にも、ネ、ね、アでのびのび、へこたれないよという歌詞で使用されている。晩年は謙虚な好人物となり、林文子 CEO による大英の新方針を評価したり、堀江貴文を見て、若いもんは元気があってええな。 と漏らした。自動車免許を取得した時はいかにも嬉しそうに知人に免許証を見せびらかし、いずれは米大陸のハイウェイを走りたいと言っていた。ただ、高齢なのでなかなか運転させてもらえず、豪を煮やした中内はタクシーを捕まえ、金払う境、代わりに運転させろ。と運転席に乗り込んできたという。だが、大映画。 産業再生機構入りした時は無念という一言しかありません。とのコメントを関係者に送ってきた。なお、新神戸オリエンタルシティの建物の一角に、現在も取り付けられている石板には、彼の直筆で次の言葉が刻まれている。右胸に心臓があるために戦争で最前線に送られることになった中内だが、後に心臓だけでなく全ての内臓が逆になっている。 内蔵逆意と判明している。大英創業に至る中内の生涯は、静岡県の民宿、丸山の創業者、丸山静江や八尾藩の創業者である、和田勝と共に、連続テレビ小説、おしんの主人公のモデルとなったと言われている。大英ホークスのオーナーであったことから、水島真嗣の野球漫画である和部さんや、ドカベンプロ野球編に、中内忠と共に登場している。 背番号は百三十、名前のから。頼まれたら受け入れる性格で、浅草の女将さん会に頼まれ、ションベン横丁に出した店が、ビッグボーイである。また、江添博正に頼まれ、リクルート株を引き受けた。大英に関係する職に就いたのは、祖父の坂へ、妻の一万亀子、長女の寮を除く全員である。中内氏、楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。